はい、レオンです。今回はね、 Amazon Fire HD 10タブレットホワイト2019 64GB のセットアップちょっとやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。ちょっと右手ちょっと手袋外したんですけどね、これ横にしたらちょっとズームにやってたんだけど、縦にするとこれ縦で最初起動画面が縦向きなんですよ。だから縦にするとズームだったらちょっと入りきれないんで、もうちょっと普通にやってますね。ズームにしてないんで。これ電源ボタンここですね。電源オン。あ、ついたぞ。いろんな動画見てるからね、いろんな人の YouTube にいっぱい上げてるんですよ。Fire HD 10、特にサトチュンチャンネルとおっさんのね動画結構多く上げてるからね。あの人 Fire HD 10オタクって自分で言ってるからね。これ見えますか？これ日本語ランゲージですね。日本語選んで、あ、大丈夫だ。このビニール今剥がしてないから、ガラスフィルム到着するまでこの状態でやるんだよ俺。指紋つけてね、つけたくないから。そしたら手袋いらんな。ちょ、チェック今入ってるから。で、あ、これ見せられないな。ちょっとの Wi-Fi のあれになってるんで、パスワード入力しないといけないからね。ちょっと待ってくれね。あ、キーボードもやりやすいな。このビニールの上からでもいけるぞ。ということは、これビニール剥がすとさらに押しやすいっていうことだね。いいっすね。今パスワード入力中。パスワード表示。これパスワード入れたら、パスワードセキュリティのあれでちょっと文字が見えなくなるんだけど、パスワード表示っていうチェックを入れると確認のための出るんでね、どういう文字間違えてないかっていうのを、うち間違えてないかっていうのは。OK ですね。続行。IP アドレスを取得中。接続済み。今接続完了したんで、ちょっと俺のパスワード、これ、あれが出るんですよ。Amazon のアカウント名が出るんですよ。アップデートしてますって書いてますね。アップデート完了。あ、今度ね、メールアドレスを、Amazon の。あ、ちょっと間違えた。あれ、なんだこれ。ちょっともう一回。あれ。今パス、E メールアドレス打ち込んで、今次パスワード入れますね。Amazon のログイン ID パスワードですね。ID がメールアドレスになってるから、だとパスワード。パスワードも入力終わりました。続行を押して、で次
ログインしたらね、あの自分のあのアマゾンのあの名前が出るんですよ。自分が使ってる。あ、今度お支払い状況だな。オッケーだね。ん？あ、これか。住所とかもやらないといけないのか。あ、大丈夫だ。これ住所持たないといけないのか。スキップもできると思うんだけどな。あれ？会社名とかこういうのも書かないといけないの？オプションって書いてるから、これ多分任意でいいんじゃないのかな。多分これで OK じゃないか。あれ？ちょっと確認してるんで、OK ですね。あとはもう多分 OK じゃないかな。位置情報サービスを有効にする。こうやってあるんだけど。写真とビデオを保存。こういった感じで。一応、続行にして、今すぐファイヤーをアップデートしますか。404MB ファイヤーのソフトウェアアップデートがあります。新機能。新機能の追加と外存の機能の改善にタブレット、改善によりタブレットをより活用できます。パフォーマンスの改善とバグの修正、アップデートにはしばらく時間がかかります。デバイスの再起動が必要となります。今すぐダウンロードするか、ファイヤータブレットがアイドル状態の時に自動的にダウンロードするか選択してください。今すぐアップデート。アップデート、今やってる最中で。
今再起動してアップデート入るんだね。もうあったのかな。今アップデートやってますね。システムアップデートをインストールしています。もう10分になるの早いな。今回このアップデートだけで終わりそうだな。システムファイヤーシステムアップデートをインストールしています。結構早いじゃないか。ちょっと暑いからね。沖縄なんだけど梅雨明けたんですよ昨日で。あの去年よりなんか1ヶ月も早く梅雨明けしてみて、で例年より22日早い梅雨明けで、もう梅雨明けてからが本格的な暑さが始まるんでね。もうちょくちょくもクーラー使ってるんで、扇風機はもう欠かせないですね。もう7月とか8月になるとね、扇風機でもね暑い風になっちゃうからね、本当にねクーラーつけないとちょっときつくなるからね、熱中症で倒れたりしたら困るから。俺はでも基本的にあの暑さ強い方なんだけど、19歳の時にね、あの恩納村ってあるんですけど、そこにあの観光地、あのビーチがあるんですけど、いくつかね、ボンビーチとかマンザビーチとかサンマリナビーチとかいろいろあるんだけど、自分はあのサンマリナビーチで働いてたんだけど、一時的あの短期アルバイトでビーチスタッフやってたんだけど、あの女みたいっていうことで那覇からね50キロぐらい離れてるんですよ。毎朝通ってましたよ。だいたい50分ぐらいで着いたよ。本当にめっちゃ飛ばしてね、もう遊び仕事に行くっていうよりか本当に遊びに行く感覚で行ってたから、19歳だからね、本当にまだ子供だったからね。だから毎日も上やっぱり上裸でしょ、真っ黒に日焼けしてね。で俺の友達とかみんなびっくりしたよ、本当真っ黒に焼けてるから。本当ビーチスタッフだって本当にね、女すぐナンパしたらすぐ 100% 確率でね引っかかるからね。これ何人も女引っ掛けたからね、ビーチスタッフやりながら結構遊んだからね女と。本当ね ここまでビーチスタッフって持ってるんだなと思ってびっくりしたよ。本当やっぱハマっててね、見やめられないんですよ。一度ナンパ成功しちゃうと終わってから案内するから、飲みに行かないとかね、クラブとかいろいろ行って居酒屋とかカラオケとか行ったりして、このホテル、そのサンマリナホテルで俺従業員だったけど、その女もホテル、そのサンマリナホテル泊まってて、その部屋に飲んだ後に部屋に入ったんだけどね、結構スリル満点で、バレたらやばいからすぐクビになるからね。従業員なんか俺の顔わかるから、カウンター通るときがかなりやばかったですよ。夜中でシーンとしてるから、さらになんかスリル感が増すっていうか。ちょっと違う話してんだけど、結構時間かかるんですね、思っている。でももうちょいで終わりですね。今 70% ぐらい進んでるんで、 70% ぐらい完了したからね。システムアップデートをインストールしています。10代の頃やっぱ面白かったね。何やるにしてもね、本当に新鮮でね、面白かった。二十歳になってから面白いんだけど、だからその頃ってね、車の免許も取ったばっかりだったんですよ。だから本当にね面白かったです。本当にドライブばっかり行って、車でナンパしに行って、シルビア持ってたんですよ。最初はカローラ乗ったんだけど、免許取りたての頃って最初に買った車がカローラなんだけどね、カローラ 2SR だったかな、あの5速あのギアのやつね。その後はもうオートマですね、全部。シルビア買って、その次、あ、その次軽自動車だったかな。で、その後にシルビア買ったのかな。ほとんどでも軽自動車ばっかり乗ってるんですね。シルビアぐらいですね、あの大きい。2000だったんだけど、2000cc のクロスのやつは、シルビアだけですね。あとはもう軽自動車ばっかりで。普通乗車も2台だけですね。最初のカローラと、あと、シルビアだけですね。あとはもう全部軽自動車。何台、10台ぐらい乗り換えたかな。10台まで行ってないか。8台、7、8台ぐらいかな。この30年、あんまり。30、
何年か30年ぐらいですね。あ、今終わりましたね。アップデート完了で Amazon ロゴが今表示されてるんだけど、15分になるんで、アップデートやったらもうちょっと終わろうかな。終わってから切ろうかな。で、別の動画あげようかな。動作ちょっとチェックっていうか、最初にアプリを入れたりブラウジングしたり、まあいろいろこういうのあのパソコン、自作のパソコン組んでるぐらいだからさ、タブレットも9年前にも購入してるんで、ちょっと今アドレスが載ってたんで、これ見せたくないね、こういうのあんまり。あ、これだ。これ今からですね、ファイアタブレットの紹介、これ結構長いみたいだね。アレクサ、ハンズフリーなどの機能を紹介、まあ、スキップできるみたいなんだけど、このファイアタブレットは映画鑑賞、2分ちょっとやろうか。アレクサとの対話などいろいろな楽しみ方ができます。アレクサに話しかけるだけで音楽の再生、通話、ニュースや電車の運行状況のチェックなどいろいろなことができます。タブレットでアレクサを使うには、アレクサと話しかけてください。アレクサ、今日の天気は？今日の天気は晴れです。最高気温は25度、最低気温は19度。話しかけるだけで見たいビデオの検索もできます。アレクサ、アクション映画を探して。こちらが見つかりました。タブレットをショーモードに切り替えれば、部屋のどこからでもタブレットへアレクサと話しかけて楽しむことができるので、ハンズフリーでも活用できます。なるほど、便利だね。ショーモードにするにはこのように話しかけてください。アレクサ、ショーモードに切り替えて。ショーモードではアレクサに話しかけるだけで最新ニュースの再生、タイマーやアラームのセット、いいね、レシピの検索、天気のチェックなどいろいろなことができます。アレクサ、アレクサ、バナナマフィンのレシピを見せて。はい、こちらがレシピです。続きを見たければ次と言ってください。友達や家族とのビデオ通話もハンズフリーで始められます。アレクサ、お母さんにかけて。お母さんにかけます。Amazon プライム会員なら追加料金なしでプライムビデオの会員特典対象の映画やドラマが見放題。プライムミュージックで対象の音楽が聴き放題。また対象の本、漫画、雑誌など数百冊のコンテンツがプライムリーディングで読み放題です。おすすめ機能 4U を使えば、あなたにぴったりのコンテンツをいろいろな形でおすすめしてくれるから、楽しさがぐっと広がります。新しいファイアタブレットをぜひお楽しみください。どうですかね。 Amazon プライム会員なんで最近更新したんですよ、昨日ですね。終わり。アレクサっていう名前もいいんだけど、名前変えられたら面白いけどな。なんで消えてんの。ああ、スキン、あれか、スクリーン、あれか。アレクサを使用開始する。ちょっと長いね。アレクサを使うと画面がオフの時やパスワードでロックされている時でも、音声のみでアプリの起動、質問、ちょっと画角大丈夫か、楽曲やビデオの再生など、どっから、どこまで読んだんだったかな。アプリの起動、質問、楽曲やビデオの再生など様々な操作ができます。アレクサは設定画面からいつでもオフにしたり、使用を制限することができます。アレクサをご利用なされる場合は、 Amazon はサービスの提供と改善のため、オーディオ、会話、その他のデータをクラウドで処理および保存します。インターネット上でっていうことね。処理および保存します。アレクサではお客様が設定したお支払いおよび配送方法で音声のみで商品を購入することが可能です。お客様は音声ショッピング機能専用の音声確認コードを別途指定したり、音声ショッピング機能をオフにすることができ、また商品および注文内容をアレクサアプリで確認することができます。さらにお客様はアレクサを通じて登録した友人や家族と通話したり、メッセージを送信することができます。
詳細についてはこちらってことね。アレクサを有効にするタップをすることで Amazon 利用規約及びここに含まれる全ての規約に同意したものとみなされます。アレクサを有効にする、自分の名前とか出ないですよね。もうこのファイヤーを子供向けに設定しますか。ファイヤーではお子様ごとにカスタムのホーム画面、設定アプリ、コンテンツなどを設定してお子様に合わせた使い方を楽しめます。子供用プロフィールを作成してフリータイムを使うと次のことができます。プラスアプリ内課金と広告をブロックする、プラス学習目標やタイムリミットを設定する、プラス パレントダッシュボードでお子様用のお子様の使用状況を確認する。はい、あとで、はい、子供用プロフィールを作成、いいえ、あ、いいっていうか、あとで、子供用プロフィールはフリータイムアプリでいつでも追加できます。続行、ちょっと名前出てこないですよね。あ、終わりだ。これは Kindle ですか。 Kindle Unlimited と読み放題、月額980円で豊富な本、コミック、雑誌および洋書を読み放題でお楽しみいただけます。好きなだけ読み放題、小説、ビジネス本、本、実用本、実用書、コミック、雑誌、洋書など幅広いジャンルから好きなだけ楽しめる。お好きな端末で Kindle 端末だけでなく、お使いのスマートフォン、タブレット、PC や Mac でもご利用可能。30日間無料体験始める。これやっとこか。漫画読みたいですね。ちょっと名前出てこないかな。Kindle Unlimited の読み放題にようこそ。今すぐ本アプリを立ち上げて、豊富な本、コミック、雑誌タイトルを探してみよう。続ける。こうやって、乃木坂とかありますね。ちょっと乃木坂見てみようか。あ、これは乃木坂か。あ、いっぱいあるんですよね。あ、好きなの、候補を選べばいいってことか。ちょっと、リング2、いっぱいあるよね。これ何？これ映画？これはムービーか。あ、テレビ。まあ、適当にやっとくか。あれ？サイレン。まあ、いっぱい押しとけ。なんで。今はプライムビデオだな。無料のアプリやゲームをダウンロードしてください。画角。22分なんだ。あとでやろうかな。どうしようかな。アメバ面白いですよね。YouTube。とりあえず YouTube だけしとこうかな。いっぱいあるっすね。これ Amazon、あれっすよね。Amazon のストアっすよね。Google プレイ入ってないから。OS はね、Google をベースにした。Amazon Fire。だったかな、 FireOS っていうやつなんで。だけど Google と前揉めてたみたいで、その関係で Google プレイ入ってないみたいなんだけど、著作権の関係で。もなんか Amazon と Google の和解したみたいなんだけど、多分ね、俺の勘ではね、 Amazon Fire FireHD10 はね、2年越しに新しい機種が出るんですよ。これ2019年だから、今年は出ないんで、来年の年末あたりかな、FireHD10 の、ね、これ第9世代なんだけど、第10世代がリリースされるときに、多分もう Google プレイ多分最初から入ってるんじゃないかな、プリインストールされてるんじゃないかなと思うんだけど。やり方もあるんだけど、あれは自己責任になってるんですよ。 Amazon が推奨してないんで、あれもやっていくからね、多分今はやらないんだけど。アプリのアクセス許可と詳細、 YouTube 横でもできるよね。あれ、今設定できないのかな、回転しないな。ダウンロード、 YouTube アクセスのどんなもんだ。アプリのアクセス許可と詳細、 YouTube ね、詳細ガイダンス、ネットワークもいいよね。ダウンロード、アップデート通知、このアップデートにあってこのアップデートにはタブレットの Alexa エクスペリエンスへの、これですね、への
変更が含まれます。アレクサデバイスが複数存在する場合、デフォルトではアレクサがタブレットから応答することはありません。代わりに次に近い位置にあるアレクサデバイスから応答します。この設定をオフにするとアレクサタブレットを含む最も近いデバイスから応答しようとします。デフォルトの設定は設定で変更できます。 OK、 後で、あ、できるな、スワイプも綺麗だな。乃木坂ちょっと見てみようか。 Kindle で全画面を表示する、表示を終了するには画面の一番上から、これでしょ、これでしょ、これページめくってんだよね。これ欅坂のあのあれでしょ、名前なったかな、あの卒業した人でしょ、名前忘れちゃったんだけど、少し前のやつか。 AKB もあるんじゃないかな。最近日向坂46も好きで、こういう感じか、こういう感じね。これ名前なんだって、この女の子忘れたな。卒業してもいないんだよね。読書に関するそのとおりって、これ戻る場合はこれだね。で、続き見たい場合は最初から戻るのか、なんとか言うの。読書のヒント、ページをめくるにはマージン内をタップするかスワイプします。読書の進歩と位置ナンバーを確認するにはページの中央のをタップしてください。ダブルタップすると拡大し、スワイプするとパネル間を移動できます。こうやってね、戻る。 YouTube もちょっと終わろうかな、27分になるからな。 YouTube なんか後でやろうかな。ここからセットアップでちょっと、あ、できるな、やってるからね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、ファイヤー、あ、ちょっとホワイトボードに書いてるんだけど、ここにちょっと立てとくか。今回はね、Amazon Fire HD 10 タブレットホワイト2019 64GB のセットアップの方をやってみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。